ジャマーフリーズボロ山本まりです、えー。雨の日が多く不安定な天気が続いています。えー、太陽の出てない日も多いようです多いのですが、曇りの日でも紫外線が強くなってきています。これからの季節、思わぬ日焼けにご注意ください、えー。ではお知らせに入ります。 日本からいらしたばかりの方はこちらでも運転できるようにと国際運転免許証通称の国際免許を持ってらっしゃる方も多いと思います今回は国,国際運転免許証の使い方についてまとめてみましたテネシー州そしてアメリカ国内において 国際運転免許証を所持しているからといって、所持者が運転をしてよいというわけではなく、必ず自国の有効な運転免許証が必要となります。国際運転免許証は、運転手の居住している州や国の免許証を、英語を含む国連の公用語を9カ国語で訳したものです。 したがってこの許可証は運転手の自国自習の有効な運転免許証とともに使用されます有効期限は発行日から1年ですが自国自習の運転免許証の期限が切れた場合や更新されなかった場合そして免停になった場合には国際免許証は無効となります国際国 国際運転免許証だけではアメリカの国内、そしてアメリカ領土内において、うん、え運転許可の効力はなく、国際運転免許証だけでは運転をすることはできませんので、必ず有効な日本の運転免許証とともに携帯して運転をしてください。 運転免許証を初めて取る方は特に期限はありませんがテネシー州では他州や他国外国から越してきた場合そして30日以上滞在する方州内の会社に勤めている方は免許の書き換えを30日以内にするようにと定められております国際免許を利用される方は必ず日本の免許証を同時に携帯することそして30日以内にテネシー州の免許に書き換えを行う必要がありますのでご注意ください 次の知らせです。<coughs> 春になりアレルギーの季節となりました。特にスプリングアレジーと呼ばれる春のアレルギーは、全米の中でもアレルギーの発症率が高く、全米全速アレルギー財団法人が今年の春のアレルギー予想を発表しています。全米でアレルギーの最も多い都市トップ100のうちテネシー州の都市はチャタヌガが18位、メンフィス26位、ノックスビル29位、ナッシュビル32位にランクインしています。 テネシー州に季節アレルギーが多いのは地形が影響しているためで東部はテネシー 東部テネシーは山により多くの谷があるため花粉をためやすい地形となっていることとえ花粉を多く出す植物が多く生息しているためということですえ私たちの住むラフマフリズボロでも花粉が多く飛んでいますえこの時期4月上旬からは木からのアレルギーが多く芝と雑草からはそれほど花粉は飛んでいないようですえ木のアレルギーはほとんどがカエデ、カシ、マからの花粉でアプリコットも花粉を飛ばしているようですその他かもっかなつ モッカーナッツヒッコリーと呼ばれるクルミ科の木やマウンテンローレリと呼ばれるブルーベリー科の低木雑草のヨモギも花粉症の原因となっています現在飛んでいる木の花粉は9月4月の半ばにはピークを迎え6月の初旬には終わるということですが残念なことに5月の初めからは今度は芝の花粉が飛び始めこちらは5月末にピークを迎え7月の半ばまで続く予定です そして雑草の花粉がその後8月半ばから始まり9月半ばにはピークを迎え10月初旬に終わるということでえ秋まではアレルギー外出の方は油断ができないようですまた私たちの住むマンフリーズボロでは地形上花粉はえ風によって10マイルから20マイル飛ばされるということですのでえ目,目に見えている木だけが問題とはいかないようです春のアレルギー同様ぜん、えー、持ちの方もどうぞご注意ください 次の知らせです3月の中旬に新たに発表された国税調査による人口推計による よりますと、ラダフォード軍は2020年以降、全米の人口5万人以上の軍の中で51番目に急成,急成長している軍となっています。細かく見ますと、2020年以降、ラダフォード軍に越してきている人の数は2万757人となっており、1日平均19人がラダフォード軍に越してきているということです。またた出生や死亡とといった自然増減を含めると2020年以降ラダフォード軍は2万 5, 1> 6 1 8人増加しており1日平均23人の順増となっているということですちなみに20 2024年度のラダフォード群の人口推計は373,520万 3, 人となっているということです次の知らせです 春になり雑草が勢いよく生え始め庭仕事で苦労される方も多いと思います特にタンポポはが種が風に乗り広がるので近所の家から嫌がられることになりますホームセンターなどでは芝の上に,に散布しても芝は枯れずに雑草のみが枯れるお総菜も売られておりますので必要な方はご利用ください また植木の剪定や抜いた雑草などの庭から出るゴミです、ゴミの捨て方ですが、生物分解性のある袋または紙袋に入れて家の前に出しておいてください。2週間に一度懐中車が取りに回ります。雑草などに土がついている場合は必ず土を払ってから捨ててください。土が多くついていたり砂や石が含まれている場合には通常の黒いカートに入れてください。町では各家庭から集められた庭からのゴミを再利用し、植木の周りに引 マルチを作っておりますこのマルチは無料ですので必要な方はマル,チンセンターマルチングセンターに取りに行ってくださいえむき出しのマルチですのでえトラックなトレ取りに行くことをお勧めしますまた係員がいる時にはシャベルカーで荷台に積んでもらえますマルチングセンターアドレスは4765フローレンスロードですイベント情報がありますアースデイのイベントについてです 地地球球ののの日日日日毎年4月20でですすすこの日は地球のために行動する日です1970年から続くアースデイには子どもから大人まで国境、民族、宗教などを超えて多くの人が参加し世界184の国と地域5000か所以上で行われる世界最大の環境フェスティバルで今年のスローガンはプラネット VS プラスティックスです。 えー、アースデイ2024が、えー、マフリーズムロでも行われます日付は4月20日土曜日、えー、時間は午前10時から午後2時までです場所はマフリーズブロダウンタウンの時計台の周りですオー,ガオーガニック製品や植物に関心があ,あ,ある方はぜひ足を運んでみてください それから4月27日土曜日にキャノンズバーグビレッジでパイオニアデイズのイベントが行われます時間は午前10時から午後4時までブラックスミスや陶芸などのデモンストレーションをはじめクラフトや食べ物のブースが並んだりクロックダンスやライブミュージックも楽しめますまた古い車のショートなども行われる家族で楽しめるイベントです参加費と駐車場は無料ですキャノンズバーグビレッジアドレスは312サウスフロントストリートです それからもう一つです。市内にありますオークランドマンション、5月5日、 日曜日は入場料が無料となりますこのマンションは1500エーカーの大農園があるマニー家の邸宅でした40年にわたり増築されて建てられたイタリア風のマンションで国立史跡登録されております増築が終了して数年後には南北戦争が勃発し1862年7月13日南軍が駐留していたこのマンションに北軍が侵入しその日の午後このマンションの夕食で南軍が降伏したという歴史があり またこの年の暮れには当時のジェファーソン大統領がこの家に立ち寄りおもてなしを受けたことでも知られておりますマンションのツアーでは当時の家具や生活様式などがガイドなしで自由に見学できますのでぜひこの機会をお見逃しなくオークランドマンションアドレスは900ノースマニーアビニューです お知らせは以上ですえ。そろそろ桜が終わるこの時期は花水月が満開になります。この季節、天候が変わりやすく、春の嵐が発生しやすいですので、くれぐれもご注意ください。で,では失礼いたします。こんにちは。マ、ま、ン、あ、フリーズボロ山本まりでした。ごきげんよう。